今回はラザニアをご紹介します。特にホワイトソースの作り方ものすごく簡単なので、いやラザニアなんて難しいんじゃないかなって思っている方にこそ見ていただきたいです。この時は椎茸、ピーマン、人参、玉ねぎ、ナス、これを使ったんですけれども、でも冷蔵庫にあって扱っちゃいたいなっていうものがあれば入れちゃっても大丈夫です。本当にねちゃちゃっとできちゃうラザニアなので、私は友達がうちに遊びに来るなんていう時は割とこのメニューを出したりしています。見た目もね豪華で、テーブルに出した時にわーっていう華やかさもあるので、ビジュアルも楽しめるし、かつ美味しい、そして、豆乳を使っているのでヘルシー、子供も大喜びです。このね下準備のとにかく野菜を切るっていう工程は、ちょっと大変ではあるんですけれども、でもこれさえ済んじゃえばあとは煮込んで、であとオーブンに入れてっていうだけなので、ちょっとここはね頑張りましょうね。さあお野菜のカットが終わりました。全部ダイス状に切って、あとは炒めていきます。オリーブオイルです。もう買ってきたお肉はすぐに冷凍しちゃうので、基本お料理ではいつもこうして冷凍してあるお肉を使っています。クレイジーソルトを今回は使っていきます。なければ普通のお塩で十分です。玉ねぎ、椎茸、人参を入れて火を通していきます。その間にこのね簡単なホワイトソース作りです。まずこうやってバターを入れて、そこに小麦粉、これ一応振るってあるんですけれども、そのまま入れても大丈夫です。あとは牛乳、あるいはうちの場合は無調整豆乳、こうやってざっと混ぜたらばチンするんです。でね、これがねチンしてしまうとすぐに固まってしまうので、少しずつチンしては出して混ぜて、この繰り返しですね。でどうかなって見てる間に野菜が煮込まれていくので、混ぜて残りの野菜、ピーマン、ナス加えていきます。そしてここに味付けでまたクレイジーソルトプラスコンソメ入れています。お野菜を煮込んでいる時に先ほどの続き、ホワイトソース作りです。でね、ちょっとね目分量すぎて、この時もう少し作りたかったので、途中から小麦粉も足して、あとコンソメも入れています。ね、だんだんドロドロになっていくのを見てて分かりますか。でだんだんいい具合になるまで、ひたすらそのレンジのチンの繰り返しです。あ、こっちもねかなりいい感じに煮立ってきたら、はじめにおソース入れます。続いてトマトソース加えていきます。で香り付けにローレル、この時は2枚。さあできました、ミートソースが完了です。ここからはどんどん重ねていきます。今回使っているこのラザニアは茹でないタイプなので、このまま乾麺のまま重ねていっていいんですよね。まずはミートソース、ホワイトソース、パスタ、ミートソース、ホワイトソース、パスタ、これを何層にも何層にも重ねていきます。で最後の最後に、一番上にトッピングでチーズを乗せていきます。やっぱりねチーズが表面にあった方がカリッと仕上がって香ばしさもプラスされて美味しくなるので、すべて鍋の中に入ったら、さあいよいよ余熱200度20分です。出来上がりました。このね音がたまりません。
出来たてのチーズがトロトロの状態でももちろんいいんですけれど、うちは子供がいるのでそんなに熱々が食べられないので少し熱を冷まします。そうするとこうやって綺麗にカットできるんですよね。いかがでしょうか。本当にね、簡単にできる。ぜひお友達が来た時作ってみてください。